はい、こんにちは、スノーボーク監督と申します。ウイニングレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回なんですけれどもね、11月14日木曜日メンテゴにやってくる週刊 FP ガチャ POTW の予想をやっていきたいと思います。はい、昨日ですけれどもね、ライブ配信で、そのね、週刊 FP ガチャ POTW の予想をやってたんですけれども、やっぱりね、ライブ配信ということもあって尺が長かったり、かなり尺は長くなっちゃったんですね。で、あとですね、演出なんかも何もないですし、やっぱりね、見にくいなということで、新たにね、ちょっと動画を撮り直すことにしました。で、コメントなんかもね、僕のちょっと一言コメントみたいなのかも少しちょっと長くして、ちょっと面白く見てもらえるように、ちょっと変えましたんで、はい、予想もね、少し、一人だけ変えました。はい、なので、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、週刊 FP ガチャ POTW 僕の予想の11人へチェックだ。ナンバー11ジャパン竹久保魔女部会ということで、今週の POTW 予想ナンバー11久保竹久選手ですね。日本国民の希望の星がついに結果を出した。先制点となった PK ダッシュの場面も評価されることでしょう。結果としては1ゴールの活躍、待ってましたとばかりに早速 FP で登場させ話題をさらうことはもう容易に想像できる。ここで出さんでどこで出すねん。日本の振動の搭載確率としては高め。スピンの丸かしが選んだ週刊ベスト11に選出されたという声もあります。国民の期待、いやウイレミンから FP に搭載してくれと期待は膨らむばかりであるということで、はい、実は人知れず獲得しているのくさー。ナンバー10バーゲンシグドザルヘラクレス。はい、今週の POTW ナンバー10シリル・デゼール選手。今節3ゴール2アシストの大活躍で今シーズンここまで得点ランキング2につける。これだけゴールにも絡んでたらもう FP 登場文句なしでしょ。僕は引きたくないけどな。予想では搭載されるとしても、金玉以下で来ることと思うので僕ら的には嬉しくないかもしれません。彼を引いて阿鼻共感する配信者の声が聞こえてきそうやな。僕は引かへんで。ナンバー9イタリールイジセーペルパルマということで、今週の POTW 予想ナンバー9ルイジセーペ。確かローマといえばFIFAのパートナーシップクラブだったはず。ローマは今回の相手ですね。そんなローマを破ったパルマから誰か選出しようと思ったら彼しかいない。ビッグセーブもしてるし、17本中6本の枠内シュートをシャットアウト。今週のキーパーにユベントスのシュツニーを押す声が非常に多いのは知ってます。ちょっとその簡単に予想できそうなところは避けて、セリアの強豪ローマを破ったところに僕は期待したい。それでは全員で行きましょう。大事な大事なアタックチャンス。ナンバー8ウルグアイフェデリコ・バルベデレアル・マドリー。はい、今週の POTW 予想ナンバー8フェデリコ・バルベデ。今やモドリッチからレギュラーを奪い取る勢いのマドリー期待のミッドフィルダー。このままでは使いづらいんで FP にしていただけると非常に助かります。今シーズンポグバ獲得失敗を忘れさせてくれる存在に。ノーマルでも結構使えるって声がありました。確かに若いし良さそう。でも FP にしたらかなり強くスカッドに入れる人も多数いそう。ぶっちゃけアンスファティが来た時ぐらいの、感じはあるよな。若いし上限レベルかなりいいでということで、フェデリコ・バルベルデ。ナンバー7ベルギーラジャナインゴアンカリアリー。はい、今週の POTW 予想ナンバー7ナインゴラン。1ゴール3アシストと大活躍。ぶっちゃけミッドフィルダーの3アシストってハットトリックと同じぐらいウイレでは価値ありそう。相変わらず人気のナインゴラン、ついに搭載になるか。こういう活躍級の活躍してもなんかよく外れてしまうのが本作の週刊 FP ガチャ。一番来そうだなって思うけど、あえてそこを避けてくることはそう予想できるので、まだまだ予断は許さない状況だ。もし来なかったら今週の POTW にナインゴランナインゴというツイートお願いします。ナンバー6オランダドニー・ファンデベークアヤックス。はい、今週の POTW 予想ナンバー6ファンデベーク。実は同じチームのリサンドロ・ロペスとどっち選ぶかとても悩みました。
なぜか前作から全然 FP 来ないベイクさんですが、いい加減来てもいいよね。ちなみに悩んだリサンドロ・ロペスは有能若手センターバックとして結構知られてるみたいだけど、この試合起用されていたのは中盤。なんかこういうコンバートされた選手は比較的来ない感があるので、ベイクに期待しましょう。彼も有能若手ミッドフィルダーだということで、ドニー・ファンデベーク。ナンバー5、ジャマニー、ヨナタン・トーレバーフーザン。今週の POTW 予想ナンバー5、ヨナタン・タ。僕が参考にしている評価点サイトの評価がなんとなく良かった。前作登場した時は上限レベル高くてとても強そうで羨ましかったんだ。かっこ獲得失敗しました。はい。もうこの辺まで来ると本当に今回の FP ガチャって、豪華だなって思いますね。ただここを押してるのは僕ぐらいしか見てないので、まあ、半信半疑で見てください。そういう選手こそ本作選びがちなんとちゃうかな。たったらー。ナンバー4、フランス、ディミトリペイエー、万歳。はい、今週の POTW 予想ナンバー4、ディミトリペイエー。今週2ゴールの活躍、躍動する背中の10番がなんだかかっこよかったです。でもペイエって表記はしっくりきません。パイエロ。はい、ということで、なんとなく来そうだなって選出選手っていつも外しがちです。まさにここはその外しがちなところに当てはまる。もし来て獲得に成功したなら、僕は彼のことをペイペイと呼びたい。ペイペイペペペペイ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 ペペペペイペイ。ナンバー3、スペイン、モラトー、アトレチコマドリード。今週の週刊 FP ガチャ予想ナンバー3、モラタ。実はここにマルシャルを押してた僕ですが、ちょっとここは変更します。1ゴール1アシストの活躍、かなり活躍したなという印象だったので、調子 A はほぼ間違いなし。最初にライブアップデートが決まり、活躍度合いなど関係なく調子 A の選手をピックアップして、その中から搭載選手を選んでいるという説もあります。つまり来週調子 A の硬いモラタはその資格十分でしょう。彼は来週ほぼ A だと思います。ナンバー2、ジャマニー、トーマス・ミューラー、バイエルン・ミュンヘン。はい、今週の POTW 予想ナンバー2、トーマス・ミューラー。先週の POTW の話ですが、2ゴールしたネレスよりも2アシストのジアシを選出してきましたよね。じゃあ2ゴールのレバーじゃなくて2アシストのミューラーでしょう。スパサブ付き、実は前監督コバッチから礼遇されてました。毎作デコイランのスパサブ持った選手なんだけど、前作 FP 主流の中使うの結構厳しかったんだよな。 FP ミューラーって新鮮でしょ。コバッチ監督がいなくなった今、このクラブからも愛される下部組織出身の彼の搭載を阻むものは何もない。そして栄えあるナンバーワンは、アルゼンチンのリオネル・メッシ、バルセロナ。はい、今週の週刊 FP ガチャ予想ナンバーワン、リオネル・メッシ。 PK1 本、フリーキック2本で楽々ハットトリックを達成してしまった神様、仏様、メッシ様。ハットトリックということは前作までの流れだとほぼ FP 確定なんだけど、一筋縄でいかないのが今回の POTW。果たしてどなんかどなんかということで、ちょっとね別の方向からの話になりますけれども、メッシをね、まあ、今回搭載しなければどうなるのかちょっと考えてみてください。前にね、まあ、メッシがね1ゴールの時に、来るんじゃないかっていう噂が、まあ、少し上がったことがあります。まあ、今回はその週の話とはもう次元が違ってて、確約と言われるほどの、まあ、ハットトリックの活躍なんですよね。まあ、当然試合後からメッシの FP の話はめちゃくちゃ出てます。まあ、メッシが FP じゃないのか、もうほぼこれは確定でしょう。メッシ来るよみたいな話にもうすでになってるんですよね。で、いざ木曜日、そのメッシを、まあ、FP から外してしまって別の選手たちで組んでしまったとします。そしたらユーザー当然怒りますよね。おい、コナミどうなってんねん、メッシはどないしてん、なんで来へんねん、メッシ。おい、コナミ、もうコナミ、チネみたいな、チネみたいなこと言うと思います。はい。絶対それぐらいの話は上がると思います。で、まあ、それぐらいの話だって、ユーザーから、まあ、どんだけコナミ社がね、叩かれたとしても、そこまでね、ダメじゃないですよ。ははーん、やったったで、メッシ外したったで、今回の FP ガチャに言えんかったで、みたいな。それぐらいで終わるかもしれないです。
ぶっちゃけちょっとそういうのは真摯に受け止めてくれるとは、はっきり言うとは思わないです。でも、この、まあ、ユーザーの声って、まあ、すごい大きいですよね。まあ、そんだけ、なんでやねんみたいな怒りの声っていうのは大きいですよね。で、その話、まあ、先週ね、まあ、ちょっとデリフトの話が、まあ、結構ね、ツイッターで上がって、まあ、上昇ワードみたいなのに上がってきてたんですよ、デリフトっていう名前が。なんでデリフトが上がってんのみたいな。まあ、一般のね、ウィーレとかが、ゲームの話知らないユーザーからしたら、なんでデリフトの名前がこんな変な木曜日に上がってんのみたいな。あ、なるほど。ウィーレでなんか搭載されんのか、なんや、鬱陶しいなウィーレミみたいな風に言われとったんですよね。まあ、そういう話を見たんですけれども。まあまあ、先週、まあ、ウィーレじゃなくて、FIFA の方でも、一応なんか、TOTW かで搭載されたんですよ。まあ、2個合わさって結構大きな声になったと思うんですけれども、まあ、今回もね、今回メッシ、もしも外したとしたら、そのメッシの声、外した話、すごい大きい声になると思います。それってね、バルセロナ側に伝わるんじゃないかなと思うんですよね。で、バルサにもし伝わったとしたら、まあ、そのクラブに伝わったとしたら、おい、どうなってんねん、この、おい、なんか、うちの選手がすごい怪我されてるんじゃないか、どうなってんねん、みたいな。え、実はですね、みたいな。メッシーハットトリックしたんですけれども、今回ちょっとね、入れんかったんですよ、みたいな風になったら、おい、どうなってんの、お前のとこ、みたいな。怒りをね、買うと思うんですよ。まあ、ひょっとしたらね、怒りを買う可能性はありますよね。まあ、ゼロじゃないとは思います。なんか、うちのイメージ悪くなるやないか、みたいになったら、やっぱりそこは、まあ、パートナークラブとしてやってる以上、良くないことではあると思います。で、もうバルセロナ言うたら、はっきり言って、パートナーシップのクラブの中でも特別中の特別ですよね。もうバルサはもうバイエルン・ミュンヘン、ユーベ、マンチェスター・ユナイテッド同じ表紙に出てますけれども、そこの3クラブとも、まあ、追いつけないくらい、やっぱり密接に関わってるし、まあ、ここはバルセロナが、まあ、ウィレにあるからこそ、まあ、すごい価値はあるんですよね。ウィレにとって、すごいバルセロナって価値があるんですよ。まあ、当然ね、搭載したとしても、声は上がるでしょうね。メッシの声。あ、おい、メッシが来た、みたいな。お、来たぞ、来たぞ。まあ、それだけじゃなしに、メッシ外した、もう最悪、みたいな風には、もう、そういう声も上がるかもしれませんけれども、まあ、そういう声が上がって、まあ、バルセロナに仮に伝わったとしても、え、どうなってんのこれ、みたいになったら、今回、まあ、ハットトリックしたんで、搭載して、ユーザーの反響がすごいんです、みたいな。おー、そうか、そうか、みたいになるでしょ。まあ、そこで、なんでやねん、みたいになることはないと思うんですよ。やっぱりゲームですから。まあバルスの受け取り方もね、ちょっとわからないですけれども、海外のゲームなんで、まあ海外のゲームじゃないな、まあ海外のクラブなんでね、まあそこまで声が上がらないかもしれないですけれども、まあその可能性はあるということで、そういう、まあ危険性をはらんでまで、果たしてここ外してくるかな、まあ確定といわれるハットトリックしてるのに外してくるかなというね、まあそういう話ですね、まあ今回ね。果たして、うん。そういう、まあ、ユーザーの怒りをバルセロナに持ち込まれる可能性があって、あるのに外すかなっていう話で、僕は、まあ、今回、リオネル・メッシ、非常に来る可能性は高いんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回の POTW 予想でした。まあ、昨日ね、ライブ配信の方でもね、やらせていただいたんですけれども、まあ、そういうね、ちょっとね、クラブの話とかは全くしなかったんでね、うん、まあ、今回ちょっと参考にしていただけたらな、と思います。まあ、僕の、まあ、思ってることなんで、あっさり外されることもあるかもしれないです。まあ、そのぐらいちょっとね、今回期待高いよということで、思っていただけたらなと思います。はい、ということで、今回これでじゃあ終わりたいと思います。はい、皆さんの POTW 予想、いかがだったでしょうか？はい、いかがでしょうか？それでね、皆さんの、神引き祈っておりますということで、最後までご視聴ありがとうございました。